サイエントロジーと精神医学。サイエントロジーと精神医学では、サイエントロジーと精神医学の関係について記述する。サイエントロジーは1952年の創立以来、精神医学と対立してきた。サイエントロジーは公に、そしてしばしば猛烈に精神科医や精神医学と心理学の両方に反対をしている。サイエントロジー信者は、 精神医学を野蛮で堕落した職業とみなし、スピリチュアルヒーリングに基づいた代替医療を進めている。サイエントロジー協会によれば、精神医学は不適切かつ虐待的ケアの長い歴史を持つものである。協会のこうした見解には、医学者や科学者たちの間で議論、批判、非難があり、公の論争の種となっている。サイエントロジーの創始者エルロン・ハワードは、 ジークムント・フロイトの理論にも生物学的、精神医学にも批判的であった。ハバードは精神界をサイクスと呼び、人間のスピリチュアリティを否定し、くだらない偽物の治療を行うものとみなしていた。彼はまた精神界たちをそれ自体が非常に非倫理的な人間であり、強奪、障害、殺人を犯している。我々の資料はその証拠に満ちていると確信していた。 反精神医学的なテーマは、ハバードの創作活動にも現れている。ハバードの10巻シリーズのミッション・アースでは、多様なキャラクターたちが心理学の手法と妥当性について議論している。彼の小説、バトルフィールド・アースでは、悪のキャトリストがメンタルヘルスの専門家と主張する、偽者の集団として描写されており、彼らはサイクロを支配するものである。 バトルフィールドアースにおける同盟で堕落したサイクロ人はしばしばハバードのもしサイエントロジーがなければ精神医学に支配されてしまうであろう人類の未来についての個人的な考えではないかと推測されている数多くの精神科医たちはサイエントロジー協会に強く反論してきたハバードの著書ダイアネティックスが出版された後 アメリカ心理学会は会員にハバードの手法を患者に用いないように知るべした。ハバードは世界規模の陰謀の背後には精神科医がおり、彼らはソビエト連邦の代理人としてサイエントロジーを攻撃し世界統一政府を築こうとしていると信じるようになった。我々の敵は12人よりも少ない。彼らはイングランド銀行のメンバーと それよりも高い位置にいる財界人だ。彼らは新聞社を所有、管轄し、奇妙なことに、これまで誕生したメンタルヘルスグループも運営している。彼らの明白な計画は、自分たちにとって邪魔な存在である反対意見を持つ者を取り除くためにメンタルヘルスを利用すること、つまり精神科の電気ショックや前頭用のロボトミューを施すことであった。 この連中は世界のほぼすべての政府に多額の金を様々なごまかしによって貸し消え、もちろん所得税や政府の財政も支配している。例えば、ハロルド・ウィルソンは現英国首相だが、完全にこうした連中と関わっており、話すことと言ったら、この連中のことばかりだ。ハバードの精神科の領域を人間性の諸問題の根源と位置づけようとする。 試みは1971年に書かれた方針文書に典型的に示されており、その中で彼は精神科医という言葉を反社会的な人民的と最低にしようとした。精神医学と精神科医という二つの言葉は反社会的な人民の敵と簡単に最低にすることができる。このことによって殺人教の精神科医を 常用職業リストから外すことができる。一世紀にわたって精神科医が未曾有の非人道的記録を残しており、これは言葉の最定義の有効活用である。1969年に世に出た著書、信じたいものを信じなさい、ではサイエントロジー信者が秘密裏にイギリスのに侵入し、精神疾患治療の公式な方針を変更しようと、 していた試みを書いている。彼らは正体と計画が明らかになった後、教会から追放されたものの、サイエントロジー協会は、間もなく数々の訴訟を国立精神衛生協会に対して起こした。の時には、サイエントロジー協会は、サイエントロジーとその創始者エルロン・ハバードに不都合な情報を消去しようと運動し、 このことは1980年に明らかになったのだが、サイエントロジーの情報機関の工作員もまた同様の運動をとに言っていたことが明るみに出た。サイエントロジーの見解は以下の教会長の発言の引用に表されている。教会が反対するのは残虐で非人道的な精神科の治療方法である。それは現在のところ主に三つの理由による一電気ショックや 薬物やロボトミーは助けるように装った障害で人間をフグにし破壊するものであるに精神医学は科学ではなく政府が何十億ドルもの資金を注ぎ込むことを正当化するような証明された手法を持っていない3人間は単なる動物であるいう精神医学の理論は第一次世界大戦と第二次世界大戦を受ける人間の大量虐殺の正当化に利用された 2006年10月のイブニングスタンダード氏はサイエントロジーの精神医療職への強い反発を強調している。特に目立つのはデビッド・ミスキャベッジの劇的な、そしてどこか異様な精神科医への攻撃で、彼の言葉はセンセーショナルなタイトルの精神医学、死の産業というサイエントロジー製の DVD が4つのハイデフィニションの巨大なテレビ画面で流れているのに、 後押しされている。女性が深夜に一人で公園にいる方が、精神科の長椅子に座るより安全なのです。ミスキャベジは、朗老と唱え、彼の背後には、精神科医、彼らが呼ぶところのサイクスの残虐な画像が展示されていて、精神科医たちは、その存在を、まるで、マシンガンで撃ち抜かれたかのごとく、抹殺されている。教会は、精神医学との戦いに、 ほぼ勝利したと主張している。彼らの論文、サイエントロジーに反論する者たちにおいて、そのことは以下のように宣言されている。今日、一人の精神会に対し500人のダイアネティックス実践者かサイエントロジー信者が存在しているそして世界に何百万人もの教区民たちが全ての大陸に存在し、教会が彼らを点で表すことによって、 サイエントロジー信者がかつてなく可視的である一方、精神科の開業医を探す者は、たった一つのドアでさえ探すことに、四苦八苦することになる。サイエントロジーは、全世界の信者数を800万人以上と、主張しているが、この数字には、サイエントロジーの導入コースを体験しただけのものも、含まれている。教会はアメリカに350万人の信者がいると、 主張しているが、独自の調査によると、アメリカ合衆国に在住し、自らの宗教をサイエントロジーとはっきりと述べる者はほぼ5万5千人である。ちなみに、精神科医で構成されるアメリカ精神医学会と心理学者で構成されるアメリカ心理学会の会員数は、それぞれ3万8千人と14万8千人である。サイエントロジーの 信者との関係についての法的措置の数々を受けて、教会が信者に非常に長い契約書にサインさせることと、サイエントロジーの活動に参加する前に信者に権利放棄させること教会内で監修となってきた。2003年、各メディアはサイエントロジーが要求する法律上の契約書の数々を検証し、報道したが、数々の契約の中で真っ先に要求されるのは、 サイエントロジー信者は医師が信者に指示する可能性のある精神医学の治療をすべて否定することであった。私は個人に対する精神医学に分類されるものを信じたり賛同したりしません。すべての精神的な問題は本来はスピリチュアルなものであり、精神的に無能なものなどを存在しておらず、誰かに色された。 ある種のスピリチュアルな混乱に苛まれる者がいるだけであるというのが私の宗教上の心情であります。私はすべての精神科に分類されるものを拒否し、私は、私の願望は宗教的なスピリチュアルな手法によってのみ救われること、そしていかなる精神科的な治療、特にいわゆる能力の欠如に基づいた不本意な関与を望まないことを、この制約書よって、 明確に記録することを意図します。いかなる状況でも、いかなる時であれ、たとえどのような精神科医であれ、医師であれ、衆に指定されたものであれ、私の家族であれ、私の代理と主張するかもしれないものによる、精神医学による治療と、精神医学に指導された治療を、私の宗教のメンバーが排除することから、私の治療の権利が否定されることを望みます。 市民の人権擁護の会はサイエントロジーによって立ち上げられた団体で、これも精神医学の本質は人権侵害だと主張している。1966年にハバードは精神医学に対して全面戦争を宣言し、サイエントロジー信者に以下のように告げた我々としてはイギリスの精神すべてに最低一つの汚点が欲しい。例えば殺人、強盗、 レープやもっとひどいものだ。彼はサイエントロジー協会に1969年に精神医学を撲滅するという目標を誓い、次のように発表した我々の戦争は無理やりこの惑星における精神治療の領域を全ての形で乗っ取ることにねじ曲げられた。サイエントロジー協会が同じ年に市民の人権擁護の会を精神医学を攻撃する。 第一の手段として創設したのも偶然ではない。CCHR は常に上記したハバードのすべての精神科医は犯罪者であると右宣言を引用している。普通の刑法で法廷に召喚し有罪にできないような組織化で活動する精神科医などいない。彼らは強奪、障害、殺人を犯している。我々の資料はその証拠に満ちている。 CCHR はプロザックや電気経連療法、リタリン、また様々な健康にまつわる法律の制定に反対する運動を行った。CCHR は常設博物館であるをカリフォルニア州ハリウッドに開館している。トム・クルーズは精神科の薬物医療に対して極度の攻撃者であり続けている。彼の立場はかなりの量の非難を 精神科医と医師、そして鬱病で苦しむ人々から集めることとなった。コロンビアのコメディアン、アンドレス・ロペスは、精神医学に対するいくつかの非難を彼のようつべ、チャンネルで言ってきた。多くの動画の中で彼は児童への抗精神薬の使用に不平を言い、注意欠陥、多動性障害などの精神医学の病理学の存在を否定している。 CCHR のブルース・ワイズマンは、精神医学をヒトラーの創造だと描写した、精神医学、究極の裏切りを書いた。ドイツ人のサイエントロジー信者、トーマス・ロデルとボルカー・クビリウスは、全能の精神科医が世界を征服する、陰謀論の書、精神科医、ヒトラーの後ろにいた男たちを書いた。サイエントロジー信者のリサ・マクファーソンは、教会とのつながりによって、 精神病院から脱走したが、信者たちが治療する中、死んだ。彼女が死んだのはという教会の儀式の最中だった。2003年3月13日に、サイエントロジー信者のジェレミー・パーキンズは母親であるエリー・パーキンズを77回突き刺し、殺害した。ジェレミーは、統合失調症と診断され、暴力と幻覚にまつわる出来事があった後は、治療を受けなかった。 母親は、バッファローのサイエントロジー協会の熱心な信者で、多数のビタミンサプリメントの摂取やサイエントロジーの定めたものが心理学的カウンセリングや、抗精神薬の服用より優れていると考えていた。二千七年七月五日に、二十五歳のオーストラリア人女性、リンダ・ワリキは五十二歳の彼女の父親マイケルと十五歳の妹のキャサリンを殺害し、母親の数に、 ナイフで怪我を負わせた。彼女の名前は2007年7月7日のシドニーモーニングヘラルド氏に発表された。この事件は被害者の一人が未成年のため発表が控えられていた。リンダーは精神疾患と診断されていたが彼女の親はサイエントロジーの協議に従って治療の継続を否定した。それまでの医療による抗精神薬の服用ではなく親は アメリカ合衆国のサイエントロジー信者から特別に輸入したものに変えていた。教会はと呼ばれる教会内の格付けと、それよりも上級の信者にによる宇宙の歴史を教育している。イベントでは起こったとされる過去の出来事について告げられるが、それは数十億年や数兆年前の出来事であり、その中で精神医学は悪の異星人文明による 欲圧の道具だったと教えられる。ハバードはきっと精神科医たちは何十億年にわたって問題であり続けたイニシエの外悪だったと思った。彼は精神科医たちを7500万年前に起こったの大虐殺の支援者として位置づけた。苦痛とセックスという名の定期観光物の中でハバードは苦痛とセックスは悪化のために発明された道具であると言い,い、苦痛とセックスは 大昔から精神科医によって考えされたもので、彼らは時間航路に長い間乗っていて、彼らこそ彼らのみがこの宇宙の下落の要因であると宣言した。アベラシオンとフィフスダイナミックという名の講義中で彼はこう述べている。一枚の板ガラスを手に取って、それをプリクリアーの前に置いてください。透明な、とても透明なガラスです。それは超冷たく。 望ましくは引く、摂氏100度ぐらいの冷たさです。わかりますか超冷たいんですよ。ええ。そうしたら次にプリクリアを超冷たいガラスの真正面に置いて、突然彼の顔をガラスの中に突っ込んでください。さて、そりゃあすごくいいですよ。ええ。それは、だいたい50億年前に我々の魂の歴史をすべて知る精神科医が発明したことなんです。私が、 あなた方に与えた洗脳の仕組み、超冷たい装置やその後にあげたものと一緒に与えましたが、それはとてもよく知られていて、六十三番目の銀河のマウ連邦で非常に大々的に用いられていました。彼らはすべての職員とその上官の完全な精神化的な支配を持っていて、彼らが下々のものに退屈したとき、彼らはこの特定の洗脳の手法を使ったのです。 サイエントロジーの批判者はハバードが1947年に精神科の医療を求めたことと彼の死後、検視官がハバードが第一世代抗ヒスタミン薬で精神は安定剤のビスタリルを注入され続けていた事実を見したことを指摘してきた。精神医療の専門家たちは CCHR の教会との関係から一般人は団体の資料の数々を真剣に受け止めないだろうと 考えている。しかし、彼らはそれらの資料が、教会に帰するものだと言及されること意に用されれば、有害な影響を与えかねないと議論している。裁判とメディアの発表と、公のな集会の専門家は、公開された資料は、サイエントロジーと CCHR の外側の世界では、わずかな関心しか寄せられてはいなく、入手できる論評では、肯定的なものはほんの少しだった。 心理学の教授のベンジャミン・バイト・ハラハミの短い精神科医、ヒトラーの後ろにいた男たちへの論評で彼はこう述べている。サイエントロジーは多くの注意を彼らが言うところの精神医学に反対するプロパガンダを通じて集めてきた。これは種類豊富な評判版を通じて大変な費用と組織の努力を必要としてきた。もしもこの本、精神科医、 ヒトラーの後ろにいた男たちが代表的な例ならば、これは決定的にサイエントロジーの運動は完全なパラノイアと悲痛なほどの無知に根ざしていることを証明している。この本を読んで、そして私はあなたたちにどうかこの本を読むことで時間の無駄遣いをしないように強く進めるのだが、あることがはっきりした。この本の作者は単に精神医学とは何か分かっていないのだ。 アメリカ精神医学会の臨手術リツーエルはこう付け加えている。とにかく我々はどんな方法、形でも応答しなかった。会員から非難の声はなかった。そしてとにかく本それ自体が語っている。カンザス精神医学会代表のマイケル・ブルークはサイエントロジーに関してこう述べた。彼らは自らの立場をいかなる科学的なデータによっても支えることができておらず。 科学的なデータを無視する傾向がある。国民もサイエントロジーのインチキをした過去を正しく見据えているように見える。いくつかの反精神医学のウェブサイトと精神医学から脱出したと主張する人々のグループはサイエントロジーと CCHR から距離を置こうとしている。弁護士のダグラス・エス・ミスは彼の反精神医学ウェブサイトでこう宣言している。 サイエントロジー信者を断り、ボランティアはサイエントロジー協会、または市民の人権用語の会と提携していないかどうか確認の質問をされます。協会や CCHR は精神医学による害を宣伝してきましたが、我々は彼らと提携したくありません。同様に、の弁護士、デイビッド・アトキンは、マインドフリーダムは CCHR、または サイエントロジー協会と何の関係もないことを明瞭に強調した文章を提供した。この明確化は団体を否定するものではなく、ただ事実を述べているだけである。注目すべき反精神医学の考えを特定の諸問題について非宗教的な批評家と共有しているにもかかわらず、サイエントロジーの協議はいくつかの点で他とは異なっている。サイエントロジーは 精神医学関連の陰謀論を推進していて、ユーゴスラビア紛争の背後には精神科医がいたであるとか、アメリカ同時多発テロは精神科医によって引き起こされた上級の巣において、サイエントロジー信者は精神科医が何十億年前の宇宙全体の大破壊を招いたと教えられる。サイエントロジー信者は宗教的に精神科の薬を服用しないことと心理学を はっきりと拒絶することを誓わされる。核運動の社会政治的な根源は違った起源を持っている。反省神医学的に世の中を観察することの提唱者やロナルド・ディ・レイン、そしてミシェル・フーコーは1960年代に最欲と関係があった。市民的自由の擁護者で右翼くのは自身を無信論者と明言していた。反省神医学の擁護者の多くは 彼らは、精神疾患は、客観的な生物医学的な状態というよりは、社会による便利で、不正確な分類分け出ると宣言し、統合失調症のような精神医学用語を彼らは、お名付けであろうとみなして拒絶した。それとは、対照的に、ハバードは、自身によるサイエントロジーの理論で、精神分裂病者と言及し、ある人の精神状態を部分的に測定するために、 トーンスケールを発明した。さらに自身の著書、生存の科学において、ハバードは、スケールの非常に低い人々を隔離所に入れることを提案した。しかしその実践は、例えば、サズと共同設立した、措置入院を終わらせるための団体の目的と食い違っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。